じゃあここから第3弾としてちょっと単発ものを紹介していきます。でこの箱なんだけどちょっと開けてっちゃいます。ピントが左に出てきた。これもチンパが欲しかった。こう映っちゃう、気をつけて。これもチンパが欲しかった40周年ピンバッジ、ピンバッジのセットです、ね、で初代10周年、20周年、30周年、40周年、っていう今回はこれはデザイン的に 10周年記だ。そう、 5人のミッキー。そうそう。にこのメモリーゴーラウンド40周年っていうロゴが真ん中に、なんかちょっとぷっくりしてるのかな。そう。こうやって。そう。ロゴの部分がね。そう。になったやつでーす。で、このままチンパはね、飾っとこうかなって。ちょうどね、このまま飾れるような感じになってるね。そう、あのピンバッジってなくしたら地獄だな、取れちゃったな。そう、使ったりとかしてね。そうそうそう。だからちょっとこのまま撮ってもらって、20周年の時も買ったんだよね。そうだね。うん。思い出のグッズの時に同じようなのが出てて。そう。これなんかでもしかも動きがすごいあって可愛いね。そう。で、20周年の時はこんなやつ。ちょっとちっちゃいね。そう。これと同じような感じだったから、ちょっといいかなと思って買ったんだよね。20周年のやつ。そう。っていうのが今回の、なんだっけ、この、ピンバッジセットになります。でお値段がね6000円、結構高いんだよね。後ろにこう立てられるやつと引っ掛けられるやつ両方ついてる。そうだからこれも飾るってことは正解なのかな。こう、うん、ねっていう感じのピンバッジの紹介です。